Hi everyone! This is アンパンキッズ TV! 皆さんこんにちは、アンパンキッズ TV です。前回の動画でですね、このガシャポン版妖怪メダル第1弾復刻版レオナルドと対決形式で開封していったのですが、普通のホロメダルが2点で、必殺技のホロメダル1点という形式で対決していっています。現在レオナルドが3点、私が2点という結果になってます。後半戦これがどう変わるのか、それでは後半戦行ってみたいと思います。レオナルドまた先行で、じゃあ選んで、レオナルドどれがいい？この黄色。レオナルド後半戦第1回目です。何が出るでしょうか。3、2、1、じゃん。あ、ホロー、しかも2点のホロー、メラメライオン。くそー、2点また追加されました。次は私のターンですね。このピンクでいきたいと思います。いきます。3、2、1、じゃん。あ、ホロー、ワルニャン、イエーイ。2点、ワルニャンかわいい。はい、じゃあ次レオナルド、これいくよ。ホロなるか。3、2、1、じゃん、プルファント。残念ながらホロならず。いきます。どうしよっかな。これで願いを込めて開けたいと思います。3、2、1、じゃん。あれ、死神鳥。はい、次レオナルド。はい、ホロ出るかな。3、2、1、じゃーん。あ、ホロじゃないや。エコヒーキー。残念、レオナルド。3つの中から黄色で、ここは逆転したいところなんですけれども、ホロが出るか。3、2、1、じゃーん。カゲロウシー。ホロじゃない。最後のターンになってしまいました。どっちがいいですか。ピンク。オッケー。3、2、1、じゃん。ホロ、ホロネガティブ。くそー、1点獲得です、レオナルド。はい、最後私のターンです。3、2、1、ダーン。あ、ホロ来た。力持ち、イエーイ。キラキラ光ってるよ、ホロだよ。ということで1点獲得です、イエーイ。ちなみにこのお餅、日本でとても有名な食べ物ですけど、英語でなんて言うかレオナルド知ってる？わかんないよね。英語でお餅はライスケーク、ライスケークって言います。外国人の方になんか説明するときにでも使えるかもしれないので覚えておいてください。では後半戦を終えて結果が出ました。まずレオナルドがゲットしたのはメラメライオン、ツチノコ、ロボニャン、ヒモジーニ、ネガティブーンです。合計6点獲得です。そして私が力持ち、ワルニャンとジバニャンで、合計5点です。まさかの1点差でレオナルドの勝ちです。悔しい、1点しか違わないのに。レオナルドの勝ちということで、今回の戦いは結末を迎えました。はい、そしてこのコンプリートセットメダルをいつになるかわかんないんですけれども、プレゼント企画にしたいと思っています。ですので皆さん見逃さずに楽しみに待っていてください。それでは今日はここでお別れします。 Thanks for watching. Bye.